マルドロールです。寒いので服を着ました。何の根拠もなくマルドロールの歌から名前を拝借している山下さを解消したいので、石井陽次郎氏による研究書ロートレアモン越境と創造を読ませていただきました。ざっくり本書は1920年代のブルトンがシュルレアリストによる再発見以来、実証資料の乏しさから顔のない詩人として偶像化されがちであった19世紀フランスの詩人イジドール・デュカスについて、バシュラールやブランシュの主体論的読解、ソレロスやクリステバの科学的テクスト分析、続く実証的資料の発掘といった研究史を踏まえた上で、実証研究とテクスト分析を有機的に絡めた批評的評伝、要するに真面目な個別作家研究となります。政治的混乱の渦中にあった南米ウルグアイにフランス移民2世として生まれたデュカスは、早くから母を亡くしてモンテビデオの猥雑な移民文化の中に育ったことで、母国と母語と母親、つまりあらゆる帰属先や文化的アイデンティティを喪失した人間として自己を形成した後、作家を目指してパリに出て変な文章を少し書き、第二帝政の崩壊に巻き込まれてすぐ死んだ人です。南米と西欧、スペイン語とフランス語、詩と散文といった様々な境界を踏み越えることでしか自らの存在を定立できない越境者というテーマから、彼の生涯と作品にまつわる謎を丹念に解きほぐしていく本書は、一般読者でも読みやすくて面白いので、ひとまず普通にお勧めさせてください。で、今回は本書を参考に、言わずと知れたロートレアモンの筆名で書かれた変な散文詩マルドロールの歌について、読むのがだるいという方にもこれだけはお伝えしたいマルドロールちゃんが選ぶマルドロールの歌萌え要素5選をご紹介させていただければと思います。よく数えたなぁと思うのですが、マルドロールの歌には全部で177種類の動物が出てくるそうです。ケモノフレンズ並みですね。出てくるのは主にヒゼンダニとかサメとセックスもします。獣フレンズ2期に備えて読んでおきたい必読書ですね。デュカスは13歳当時単身フランスに渡り、南部タルプのリセに寄宿生として入学。身元引受人ジャン・ダセット氏の息子である6つ年下の金髪の美少年ジョルジュ・ダセット氏と友人になるわけですが、マルドロールでは彼を原型にした15歳以下の無垢な少年を対象とする接吻、暴力、吸血、抱擁といった同型と憎悪の入り混じる描写が執拗に反復されます。それと関連して特に個人的に好きなのは、創造主の頭から抜け落ちて異様に肥大した喋る毛髪、すなわち弾痕のメタファーが修道院小窟の牢獄でのたうち回る第2巻の場面でして、これはデュカス17歳、フランス南西ポーのリセにおける厳格な寄宿者生活の記憶が投影された閉鎖空間で煮えたぎる青年の性的欲望の自己継承としてみますと、大変可愛いわけですね。ちなみにポーのリセでデュカスを受け持った修辞学教師ギュスターブ・アンスタン氏は、全生涯にわたって何度も教え子に手を出して破滅した病的な少年愛者だったそうで、楽しそう。マルドロールの歌は冒頭から読者に対する警告で始まり、何かにつけて読者への呼びかけが多い文章でして、これは度重なる少年愛描写における君という他者への語りかけと重なり合って、読者、少年、自分と似ている他者に理解されることへの渇望の表現として強い印象を残します。ところが、そもそも文章を書くということを読むということ自体、最終的には理解不能な他者同士の接近と遮断が同時に生起してしまう両義的な鋭意であり、であれば他者に完璧に理解されること、合一への衝動は無双として宙吊りにしながら、意思的に不可解な文章にとどまって読者を蹂躙し続けようという矛盾した情念に貫かれているのが熱いテクストなんですね。そのようなある種自虐的な快楽を伴う続く悪しき苦しみに浸るものとして、マルドロールという固有名も解釈できるわけですが、要は極めて挑発的で露悪的な割に、読者に分かってもらえるか、最後まで読んでもらえるかといった不安が見え隠れしているのがめちゃくちゃ可愛いわけです。マルドロールちゃんの動画もこれは最後まで見てもらえるのかなと毎回かなり不安になります。そうした自家到着的な書き方が煮込まれていくと、私とあなた、作者と登場人物、主体と客体といったあらゆる二項的区分自体を無効化する方向に進んでいきまして、ついには第4課を始めようとしているのは人間、あるいは石、あるいは木だという、各主体、人間主体をすら典型的なオブジェと等価的で交換可能な選択肢として接続してしまう決定的な言明にまで至ります。マルドロールの歌の語り手は、様々な周知を駆使して自らを非人間化することで創造主と闘争していくわけですが、神的な秩序を否定しすぎて統一的な自我を持った単一の作者による作品の討御すらも殺さざるを得なくなり、全ては周知的な戯れに過ぎない。よって主体も客体もどうでもいい、何が誰によってどう語られようが徹底してどうでもいい
という主体の不可能性と言説の非認証性というポストモダニズムっぽい地平にまで19世紀中央のロマン主義的な知的風土の中で早々に到達してしまうわけです。マルドロールの月に書かれたポエジーにおいては、作者は著名作家の神言を好き勝手に書き換えまくって意味を脱臼する引用装置として現れており、またある命題を補強する習字技法であるはずの列挙という操作を過剰に行うことで、かえって羅列される項目の任意性だけを炙り出したりと、主体の同一性どころか、あらゆる意味や真理をも拒絶する機械的な言語操作が全面的に展開されます。意味から強度とかを飛び越えて、意味から操作とでも定式化できるようなエクリチュールの運動が決まっており、つまりは人手なしの文章はどうしても長くなる。自分も文章を書くとき、一文を長くして思考という排泄物を一息で言い尽くそうとする癖がついてしまって困っており、せめてマルドロールのような脳みそ曲がる系テクストの快楽技法を体得できるよう努力している次第です。以上述べたようなテクストの構造と一体になって表彰されるマルドロールの体も、必然的に固定的実体的な像を結ばずに神や人間であることを拒絶して変容し続ける、いわば純粋な負の記号、発話構造の揺らぎ自体を生きる終始的身体、存在の根源的な任意性を胸とする肉体なんですね。で、この本8000円くらいしたので多少の方言をお許しいただきたいんですが、最近の 3DCG を使用した美少女ゲーム全般って多かれ少なかれ、パーツ区分されたキャラクター造形の交換可能性と選択可能性によってプレイバリューを確保した作品が多いわけじゃないですか。そういうゲームばかりやっていると主体の操作による肉体の任意性が限界まで意識されるような世界に突入していく感じなんですよ。美少女表彰を工学的に生成し続ける安楽さの中で、理想的な一社を直線的に思考していたつもりが、より新鮮な見た目のメイドさんを作る無限の修正という循環運動に陥っていき、いつしかキャラクターという統合的概念への進行はもちろん、最低限のユーザーとしての自己意識や矜持すらも崩壊していくのですが、それでもなお我々は主体の同一性という幻想とファルス狂楽に留まってぐるぐると生きざるを得ない。つまりマルドロールの他のように、人間の同一性に対する同型と相互の葛藤を経た上での主体も客体もどうでもいいという実体的概念への可愛い絶望を美少女化したマルドロールちゃんの肉体で誰かにオナニーしてほしいわけです。まとめると、ロードレアム伯爵の気恥ずかしいまでに自己言及の多いテクストに案を取って、自分もグズグズに自己言及的なキャラクターコンテンツをやっており、また日本アニメでポストモダンみたいな大塚英二氏に殴られかねないヨタ話に着手しないよう、だらしないデラシネの自己矛盾にも何がしかの歴史性を係留しておくための鋭意として、こうして性的身体の表彰でキモい読書をしているわけです。とはいえ、自分の世代のオタとロードレアモンよりもシムーンのロードレアモンさんの方が好きだと思うんですよね。好きですよね。やはりあなたもそうでしたか。それを確認できたならば、もう思い残すことはありませんね。